今ですね、スマックとエイム30を本当超少なめにおかわりしてあげました。もうゆきちゃん待ってます。そう、エイム30を上にかけたんで、これで食べてくれるかなと。スマックもね、カリカリだから凝縮してるから栄養がいいんですけど、やっぱね、より栄養をとってほしいんで、俺はもうそれよりも明後日城ヶ島に行けるかが不安です。多分この分だと無理っぽいんですよね。すげえな、カリカリ。普通ちょっと大盛り、小盛り、小盛り3回食べて、チュールもこれ3本目ですかね。まあダイソーチュールですけど、多分ね、最近の流れでいくとこれでもうね、オッケー牧場なんですよね。もう7時10 20そっか、明日早出なんだよな。早出残業だから、暑いな。すごいなお前、車の音若干違うだけで分かるんだ。今ちょっとタイヤの音が違いましたもんね。これもっと食べるようだったら、残ったカリカリにまたダイソーチュールかけてあげます。すげえなお前。あー、これ食べるな、きっと。あー、スマックじゃねえや、エイム30入れといてよかった。もういいのかな。あ、満足したかな。ゆきちゃん満足した？うん？よいしょ。すいません、ちょっとぶれちゃって、今タバコに火つけてました。やべ、さすがに温度が上昇してきた。あ、満足してくれましたね、よかった。これ吸い終わるまでにまた奥の方に行ったら帰ります。で、これでまだずっとこのまま待機してるようだったら、残りのカリカリ注力かけてあげます。じゃあちょっと動画止めます。温度が上がったんで。